はい、です今回は、アドの新曲の新時代っていうね、歌がね、もうちょっと気づかないうちに出てたんで聞いてあげたんですよ。これ見ても、ととは、これはダメだわ。うん。まあ、なぜかというと、やっぱりね、なんか、気持ちが伝わらない。うん。まあ、例えば、日ネス原始のレモンとかパプリカって、かなり気持ち伝わりますよね。例えば、人がやっぱ、歌いたくなるみたいな、そういうのがあるじゃないですか。 アドって、なんかアドの歌ってなんかちょっとね、この新時代もそうなんですけど、やっぱり人に歌わせようという気にならない。うん。まあ、楽しかったら歌いたくなるものですから、歌ってのは。それがやっぱできてない時点で、やっぱり、まあ残念ながらヨネズ原始には及ばない二流かなと思いましたね。はい。まなのでね、ちょっとね、僕から言えることはもうちょっとね、作るなら、ヨネズ原始並みの時間かかってもいいからね。 6ヶ月ぐらい時間かかってもいいから、1ヶ月単位で出すんじゃなくて、きちんとした、みんなに、みんなが歌いたくなるような歌、作ってほしいなと思いましてね。はい。ま,あ、まだ若いんですから、頑張ってください。はい。